皆さんこんにちは。今季ロッテからホークスに移籍し、絶対的な守護神として活躍したロベルト・オスナ選手、先日買いまたぎを拒否したとして話題になりましたよね。もっともこれは本人と投手コーチである斉藤和巳投手コーチが否定したため、ただのガセ報道ということに終わりましたが、そんなオスナ選手ですが、ホークスとは1年契約を結んでおり、今季でその契約は満了。球団は全力で慰留に努めているそうですが、本人は新天地でのプレーを望んでいるらしく、退団は決定的という情報も。もし退団となれば、オスナ選手はどの球団に移籍するのでしょうか。そこで今回はオスナ選手の獲得に乗り出しそうな球団、移籍しそうな球団について、かたくなに残留を拒否する理由と合わせて考察していきます。ぜひ最後までご視聴ください。2011年にプロデビューを果たし、2015年にメジャーデビューを果たしたオスナ選手、この年の夏場には抑えで起用されるようになり、若干20歳にして抑えという重要なポジションの役割を全うし、68試合に投げて20セーブをマーク。勝敗の数こそ大きく負け越したものの、防御率は 2.58 という高数値を残します。その後はクローザーとしてチームを引っ張り、2018年にはアストロズに移籍、2019年にはメジャーで38セーブを挙げて最多セーブのタイトルを獲得。しかし故障の影響もあって2020年に自由契約に、2021年からメキシカンリーグでプレーし、2022年の6月にロッテが獲得を発表。6月24日のオリックス・バファローズ戦の8回表に NPB 初登板を果たし、以後セットアッパーの一角として起用されます。8月20日に守護神の増田直也選手が登録抹消された後は、MLB 時代と同様に抑えを務め、シーズンを通して安定したピッチングを続け、29登板で防御率 0.92、 9ホールド10セーブを記録。しかしオフに退団が発表され、12月にホークスに入団することが発表されました。そして開幕から守護神として起用され、開幕から18試合連続無失点を記録。最終的に49試合に登板し、3勝2敗防御率 0.92 と抜群の安定感を披露。チームの A クラス入りに大きく貢献し、 CS でも2試合に投げて無失点を記録。ですがチームは敗退し、シーズン終了となってしまいました。このように守護神として完璧な仕事をこなしていたオスナ選手、当然ホークス側としては来季も契約を結びたいところですが、すでに CS 出場前から弱さに失望していたこともあってか、オスナ選手自身は新天地でのプレーを強く希望しているらしく、退団は決定的という見方も。もし退団となればチームにとっては大打撃となります。一方で他球団からすれば争奪戦となるため、どこの球団が獲得に動くのか注目が集まっています。もしオスナ選手が退団となれば、どの球団に移籍することとなるのでしょうか。まず考えられるのはメジャーへの復帰です。オスナ選手は元メジャーリーガー、2021年からメジャーを離れていますが、本人はメキシコ、日本で結果を残しメジャーに戻りたいという思いがあるようで、メジャー球団から声がかかれば契約次第ですが、戻る可能性は高いと言えるでしょう。これだけ圧巻の成績も残していますし、声をかけられる可能性は高く、メジャー復帰の可能性は高いのかなと思います。ただもしメジャーに復帰せず日本でプレーするとなれば、真っ先に獲得に動くのは巨人だと思います。巨人はここ数年中継ぎ陣に悩まされており、今季も中継ぎが崩壊して負けた試合もいくつかありました。中継ぎ防御率は 3.81 とリーグ最下位、大きな課題となっています。クローザーには日本代表にも選ばれた大勢選手がいますが、その大勢選手は今季怪我の影響もあってフルで投げられず、後半は打ち込まれるケースもあり、来季の活躍が不透明な状況。そして8回を任せられるセットアッパーが不在のため、もしオスナ選手が加入となればセットアッパーでもクローザーでも穴を即座に埋めることができます。またオスナ選手の今季の年俸は6億5000万と NPB では山本由伸投手に並ぶ最高額で、かなり高額ではありますが、巨人は資金力はありますし、そのあたりは大丈夫なはず。もし日本に泊まるというのなら、ぜひとも獲得に動きたいところです。他に考えられるとすれば、ヤクルトも獲得に動く可能性があります。
ヤクルトはリリーフ陣は安定しているイメージがあるかもしれませんが、実際勝ちパターンは清水選手、田口選手と固まっており、巨人ほど困っている状況ではありません。ただヤクルトは今季守護神の田口選手が FA 権を習得しているため移籍する可能性があります。田口選手の去就次第なところではありますが、もし田口選手が退団するとなれば、当然勝ちパターンが一枠空きます。そこの穴埋めのために獲得に動く可能性はあります。またヤクルトはお金がないイメージがあるかもしれませんが、実際の資金力だけ見れば実は巨人よりは上だったりします。最近は選手に大金をつぎ込むことも多くなってるので、金銭面でも獲得には動けるとは思います。またパリーグでは楽天が動く可能性も高いでしょう。今季は惜しくも B クラスを逃した楽天、オフに石井監督が退任となり、新たに今井一軍打撃コーチが就任、そして西川選手や銀次選手など大物選手を一気に切るといった大改革を行っています。楽天には絶対的な守護神松井裕樹選手がいますが、松井選手は今季オフに海外 FA 権を行使してメジャーに挑戦すると報じられており、おそらくそのまま退団になると思われます。そうなると守護神確保は急務です。楽天も資金力は十分なチームなので、オスナ選手の獲得に動く可能性は十分あるでしょう。ただオスナ選手は年俸はともかく優勝できるチームに行きたいという思いも抱いている様子。今季途中には12連敗していた背景もあって、球団に対して出番がないことなどインタビューの時に苦言を呈すような形で話していたため、自分の力がきちんと発揮でき、なおかつ優勝争いができるチームに行きたい様子。ホークス入団時にペイペイドーム内で会見を行った際も、ホークスがここ数年優勝を逃している現状を踏まえ、この話をいただいた時、ぜひ優勝に貢献したいと強い気持ちがあったとチームの優勝に向けて意気込みを語っており、優勝するために何をするのかという球団の熱意と方針を伝えれるのかも交渉時の鍵になるかもしれませんね。オスナ選手ほどの実力や実績を考えると、どこの球団も欲しがるでしょうが、獲得に動くとすれば戦術した3チームになるかなと思います。ただホークス残留の可能性もまだ残ってはいますが、もう少し期待してきたと以前に吐き捨てているあたり、その可能性は限りなく0に近いと思います。今後オスナ選手がどのような選択を取るのか注目が集まりそうです。わずか2年で圧倒的な投球でファンを虜にしたオスナ選手、果たして来季は日本にいるのか、それともメジャー復帰を果たすのか、今後の去就に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。